院は大口式インプラント法と大口式矯正法の特別な方法で患者さんに貢献しております。骨をできるだけ削らないインプラント手術法説明会、対象は一般の方から歯科医師まで、講師は医学博士の大口博士先生。説明会随時開催中、お問い合わせはお電話で。これまでラポールテクニックをご紹介しました。フェーシングとミラーリングでしたね。そうです。今回はキャリブレーションについてお話をします。キャリブレーションとは、相手の心理状態を言語以外のサインで認識することなんですよね。はい、それはどういうことですか？それはですね、言語以外のサインというのは顔色や表情などを見るということですね。なるほどね。楽しい経験を話すときに声が弾み、血色が良くなり、口元を緩ませて話をしますよね。はい、ニコニコします。そうです。話の中に楽しいという言葉がなくても、話しながら楽しいなという感情を読み取ることができますね。はい、これがキャリブレーションなんですね。そうなんです。ではどのようにスキルを開発させるんですか？キャリブレーションは単に他の人に何が起きているのかを認識するだけなんです。はい、どのように物事を認識することを上達させるんですか？それは相手の状態を注意して見ていると、相手の言葉にならない気持ちや状態を認識できるんです。はい、そうすればより深いコミュニケーションを取ることができるようになりますよ。なるほど。ぜひ実践してください。大口先生、ありがとうございました。はい、どうぞしまして。噛むことはあなたの健康の源です。まずは大口の健康からですね。オーラルジェルが新しくなりました。これがハーブオーラルジェルです。従来のオーラルジェル同様、5種類の生薬が含まれています。マスティック樹脂、それからグレープフルーツシード、ヤシ油、それからクローブ、甘草の5種類です。はい、以前のジェルとの違いは何ですか？はい、マスティック樹脂が増量されたんです。はい、どのような効果があるんでしょうか？はい、殺菌効果と歯周病予防に効果があります。また口臭にも効果があります。ホワイトニングにも効果があるんですね。美容に嬉しいですね。はい、またピロリ菌を殺菌する効果があるんですよ。素晴らしいですね。はい、このジェルは食べても飲み込んでも大丈夫です。はい、安全ですね。はい、小さいお子さんからお年寄りの方まで安心して使うことができます。はい、こちらから購入することができます。なお、こちらのジェルはアメリカでドクターズプロダクトと呼ばれているんです。はい、医師が開発した信頼できる商品です。つまりどういうことですか？はい、この中には一般の科学的な商品とは違い、防腐剤、研磨剤、合成着色料、香料などが使われていないんです。はい、つまり安全で安心して使えるということですね。そうです。日本に幅広く出回る商品とは違って、こちらのドクターズプロダクトのジェルは効果の実証されている薬用として販売されているんですね。はい、骨をできるだけ削らないインプラント手術法説明会、対象は一般の方から歯科医師まで、講師は医学博士の大口博士先生。説明会随時開催中、お問い合わせはお電話で。